はい、プレーボールの野球人です。東海で再獲得の声、元巨人リリーフ助っ人の現在はということでございまして、はい、巨人ですね、ちょっとやっぱ東海っていうのが止まりません。今日の試合もね、こう最後大勢選手まで繋いだんですけど、打たれてしまって、で問題はそこからですよね。菊池選手が打たれて、で最後ロペス選手が満塁ホームラン打たれてというところで、本当ね、リリーバー事情っていうのがずっと苦しいよということでございます。でそんな中ですね、昨年ですねリリースされた救援助っ人ですね、3選手いるんですけど、彼らをもう一度獲得してほしいっていうね、声っていうのが割と聞こえてきております。それもあって今回ですね、この3選手今ねどこでどうしているのかっていうところ、しっかりと見ていきたいと思いますので、じゃあまずね、今の巨人の投手事情っていうところをチェックしていきましょう。はい、では巨人の投手成績ということで見ていきましょう。巨人一軍投手成績、5月12日、今日の試合前の時点の、全体の成績ではあるんですけど、防御率が 4.06 でリーグ6位、先発防御率が 3.90 でリーグ6位、救援防御率 4.32 でリーグ6位ということで、防御率に関しては先発、リリーフともにですね、リーグ最低の数字となっておりまして、リーグだけではなく、12球団ですね、ワーストの数字と、で、ウィップも 1.34、リーグ6位ですね。奪三振率、四死球率はリーグ4位、KBB はリーグ5位ということになってまして、フィップも 3.89、リーグ5位ではあるんですけど、いずれもね、やっぱピッチャー陣がなかなか厳しいよということになっております。打線の方はね、非常にこう、ホームランも出て、中田選手が抜けたとはいえですね、ある程度ね、点っていうのは取れるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、やっぱいかんせん、ここまでピッチャーが崩れていると厳しいよねと。で、さらにもっと見ていくと、巨人の今季支配下、投手助っ人ですね、見ていくと、4選手いますね。グリフィンが6登板で34イニング、3勝1敗、防御率 2.91、KBB 3.88 ということで、現在1軍で活躍してくれております。このグリフィンは当たりいい助っ人と、今現在言っていいんではないでしょうか。しっかり三振も取れますし、安定して試合を作ってくれている選手と、ただその後は BD が5登板 24.2 イニング、0勝4敗、防御率 5.47。なかなかね、勝てていないのが BD、現在2軍で調整中、さらにその2軍の試合でも打ち込まれていたということで、今後どうなってくるんだろうっていうところはあります。で、メンデスは2登板 11.1 イニング、0勝1敗、防御率 2.38 ということで、2試合投げてそこそこ良かったんですけど、現在怪我していると、そろそろ復帰という声も聞こえてきているんですけど、今は1軍にいない状況。さらにロペスですよね。今日の登板はして4登板 2.1 イニング、0勝1敗、防御率 7.71 という成績でございます。現在1軍にいるんですけど、このロペスが本当想定外だったなというか、一番ね、お金をかけたのは、譲渡金など回してこのロペスかなっていうふうには思うんですけど、開幕早々2軍に落ちて、久しぶりに1軍に上がってきて、で今日登板いたしましたが、まさかのですね、変わりっぱなに満塁ホームランということでございまして、最悪の結果でございました。やっぱピッチング見る限り1軍では厳しいものがあるのかなっていうふうには思いますので、でこう見ていくと、やっぱ助っ人がね現状厳しいのかなというか、助っ人のリリーフ陣ですよね。唯一取ってきたロペスが全然活躍できていなかったっていうところもあります。去年ね、巨人なかなかリリーフピッチャーっていうのしんどかったので、助っ人ね大量に切って取ってきたのがこのロペス1人だったっていうところが、本当最悪の結果を生んでいるという状態でございます。ではですね、そんな中、昨年切ったピッチャーですね、巨人助っ人リリーフだと3選手いるんですけど、この苦しい状況の中で再獲得の声っていうところが聞こえてきております。ではその3選手っていうところ、一人一人チェックしていきましょう。はい、まず1人目はルビー・デラロサ選手、 NPB では4年間プレー、出身地はドミニカ、1989年3月4日まで34歳、183センチ95キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ち、2007年アマチュア FA で MLB 入り、昨年の年俸は約165万ドル、現レートで言うと2億2000万円ほど巨人からもらっておりました。平均球速は約152キロ、しっかり球は速いですね。球種はスライダー、チェンジアップ、ツーシームカットボールなどを投げます。ダラロサは MLB 通算26勝の実績を引っ提げて、2015年途中に巨人と契約し、NPB 入り。毎年安定した成績を残し、クローザーを任されることもありましたが、怪我などの離脱も多く、フルで働く機会は少なかった。そして4年目の昨年も、前半戦は不振であったものの、9月以降は無失点と、後半に巻き返しを見せることができていたということですね。しかしそれでも、高年俸や稼働率がネックでオフに自由契約となると、今季はドジャースとマイナー契約を結んでいたということでございます。はい、このデラロサ、2019年ですね、巨人に途中加入してきて、そこからですね、毎年安定した成績っていうのは残していたんですけど、何かとね、こう1年間フルで働いてくれない選手だったということでございました。あとは高額年俸で、年齢もね34歳ということで、それもあって巨人はリリースに至ったのかなっていうふうに思うんですけど、で成績見ていくと、 NPB の通算は137試合で4勝0敗34ホールド、
33セーブ、124.1 イニング、防御率 2.53、ウィップ1.11、奪三振率 8.54、四死球率 3.11 という成績でございます。まあ、NPB で4年間、3年半かな、活躍しておりまして、で、まあ、その4年間の中で、0敗ということで、結局ですね、無敗のまま、日本球界を去っておりました。まあ、こう見ていくと、やっぱスタッツ的にも優秀ですし、まあ、稼働率があればっていうところではあったんですけど、で、昨年はですね、1軍で30試合0勝0敗、11ホールド、1セーブ 27.1 イニング、防御率 2.30、奪三振率 8.54、四死球率 3.11 という成績でございます。はい。まあ昨年は30試合登板ということでございました。まあ本当にちょっと前半戦がなかなか働いてくれなくて後半戦に活躍と、まあ2年連続そんな感じだったっていうところもありますよね。で、まあやっぱイニング数が少ないと165万ドル、2億円超えっていうところではあるんですけど、年俸は。まあそれで30イニングいかないくらいということで、そう考えたらやっぱコスパ的にはかなり悪かった選手なのかなっていうふうには思いますよね。で、まあ巨人をリリースになって、まあマイナー契約でメジャーのオープン戦では投げておりました。5試合で0勝0敗、1ホールド、4.1 イニング、防御率 6.23、奪三振率 10.38、四死球率 4.15 ということで、まあそこそこ三振は取れていたんですけど、ちょっとね、まあ防御率が良くなかったというところと、まあ、あとはね、年齢が結構いっているっていうこともあったのかですね、結局まあメジャーには上がれず、4月14日に球団からリリースということになっておりました。まあなのでデラロサに関しては現在ですね、フリーの状態ということになっております。まあなのでこう獲得しようと思ったら、まあ一番ね、スムーズに行くのはこのデラロサなのかなっていうふうには思います。まあただ逆に言うとですね、もう1ヶ月以上実戦でおそらく投げていないとは思いますので、どのくらいのね、球を投げるかっていうのは確認できない状況と、まあやっぱ獲得するとなれば、どこかしらのリーグで投げてくれていないと、実績あるとはいえですね、判断材料としては困るのかなっていう感じはいたしますが。で、続いて見ていきましょう。はい、続いてはチアゴ・ビエイラ選手、 NPB では3年間プレー、出身地はブラジル、1993年1月7日生まれ、30歳、193cm、113kg、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2010年アマチュア FA で MLB 入り、昨年の年俸は約130万ドル、現レートだと大体1億7500万円ほどでございました。平均球速が約157キロですね。まあ、とにかくビエイラに関しては直球が速いと。で、球種はカーブ、スライダー、カット、チェンジアップ、フォークボールなどになります。2017年に MLB デビューするも、その後は MLB に定着することなく、20年に巨人と契約し NPB 入り。1年目はそこまで登板はありませんでしたが、2年目にブレイクしクローザーに定着、32試合連続無失点で NPB 外国人投手記録も達成。しかし3年目の昨年は不振で2軍で調整が続くと、8月に左頸骨骨骨折の大怪我を負い、そのままシーズン終了。オフに自由契約となっておりました。で、今季はブルワーズとマイナー契約を結びプレーしているということですね。はい、このビエイラですね、速球派が売りの選手でございまして、まあまあクローザーにもね定着しておりましたが、昨年はまあ不調と怪我もあって活躍できずということでございました。で、見ていくと NPB の通算は92登板で0勝6敗、19セーブ、 87.1 イニング、防御率は 3.61 という成績でございます。四死球率は 5.26 ということでございまして、まあ、三振はかなり取れるんですけど、まあ、とにかくまあコントロールがですね良くない選手ということでございました。で、2022年ですね、一軍成績、昨シーズンは9試合で0勝2敗 7.1 イニング、防御率 9.82、 ウィップ 2.32、 奪三振率 9.82、 四死球率 9.82 ということで、まあ昨年が本当にね、ちょっとまあダメダメだったというところでございました。まあ制球なんていうところがグッとですね、出てしまって、一昨年の良かった頃の面影っていうのはなかったんですね。で、まあそれプラス怪我もあってリリース。そして、まあメジャーではですね、オープン戦で登板しておりまして、4試合で 4.0 イニング、防御率 6.75。まあまあデラロサとね、同じくそこまでいいピッチングっていうのはできなかったんですけど、まあビエラの場合はリリースされずにですね、トリプル A でプレイしておりまして、現在はトリプル A で4登板で 5.0 イニング、6奪三振、1四球、被安打2、防御率 0.00、ウィップ0.60、奪三振率 10.80、四死球率 1.80 ということで、まあまだ少ない登板数なんですが、しっかりと結果を出しております。まあやはりビエラに関しては怪我の具合っていうのが心配はされていたんですけど、まあ現状ね、ちょっとまあまあその影響はもうないのかなというか、まあしっかりとオープン戦から投げていて、トリプル A でもですね、直近でしっかりと投げれておりますし、指標点も悪くないですね。ちょっとまあ制球難が心配されてはいるんですけど、今のところね、5イニング投げてわずかフォアボールも1つのみということでございますので、
まあまた良かった時のビエイラに戻りつつあるのかなっていうふうに思います。まあまあなのでその辺含めればですね、やはりこう NPB での需要もあるのかなというか、まあもちろんこう巨人だけではなく他球団見渡してもやっぱまあ NPB の経験があって活躍していた時期もあるビエイラ、まあ怪我の影響なく問題なさそうであればやっぱまあ途中補強候補にですねなってくるのかなっていうふうに思いますので、まあやっぱこの辺に関してはまだまだビエイラ若いですし、まあちょっと注目かなというところではないでしょうか。で最後はこの人ですね、見ていきましょう。はい、最後はイアン・クロール選手、 NPB では1年間プレー、出身地はアメリカ、1991年5月9日生まれ、32歳、185センチ95キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちのサウスポーの選手です。2009年メイリブドラフト7巡目指名の選手で、昨年年俸は約25万ドルということでございまして、まあ途中獲得っていうところもありましたので年俸っていうのはまあ比較的安かったよということでございます。平均は約148キロほど、球種はスライダー、カット、カーブ、ツーシームチェンジアップなどになります。クロールは2013年に MLB デビューすると、そこから MLB に定着し5年間で200試合以上に登板、しかし18年にはわずか1試合のみの登板に終わり、一昨年は3年ぶりに MLB 復帰登板を果たすと18試合にリリーフ登板、昨年はパドレス参加のトリプル A でプレーしておりましたが、7月5日に巨人が獲得発表、来日後はリリーフとして途中加入ながら21試合に登板を見せたものの、オフに自由契約となり今季はここまでメキシカンリーグでプレーしているということでございます。はい、まあ昨年ね途中獲得でやってきたのがこのクロール選手、 MLB での実績十分で加入というところでございました。まあちょっとねコロナ禍とかいろいろあって難しい立場だったのかなっていうふうには思うんですけど、まあまずまずはやってくれてはいたんですね。で成績見ていくと、昨シーズンの1軍成績は21試合で1勝1敗5ホールド1セーブ、 21.0 イニング、防御率 3.86 という成績でございます。で奪三振率は 6.43、 四死球率 4.29 ということで、まあ抜群の成績かと言われるとそうでもないんですけど、まあまあ9大点くらいは成績残してくれていたのかなっていうところではございますね。まあですがこれではなかなかこう契約取れずというところもあって、今シーズンはメキシカンリーグですね、 LMB でプレーしております。ここまで9試合で5セーブ上げております。 9.1 イニング、4奪三振、2死球、被安打7、防御率 1.93、 ビップ0.96、 奪三振率 3.86、 予死球率 1.93 という成績でございます。はい、まあ打工のねメキシカンリーグということではあるんですけど、まあその中で悪くない成績っていうのを残しておりますね。予死球率も低いですし、まあただ奪三振率はかなり低いので無双しているかというとそういうわけではないのかなっていうふうには思うんですけど、まあそれでもぼちぼちねやれているのかなっていうところでございます。でまあそんなクロールに関してはやっぱまあメキシカンっていうところもあるので年俸っていうのは格安で、まあ、獲得可能にはなってくるのかなっていうふうに思います。まあ去年もね途中加入だったとはいえ25万ドルで引っ張ってきたっていう経緯もございますし、まあ今期もねそのくらいで途中補強なら引っ張ってこれるんじゃないかなっていうふうに思います。まあやっぱ今すぐにっていうわけにはいかないんでしょうけど、まあ今後ねメキシカンでも三振が増えてくればちょっとまあまあ注目かなっていうところではありますし、まあ昨年くらいのね成績残してくれるのであれば、まあ今のね、苦しい巨人のリリーフ陣から考えてもまあプラスにはなってくれるんじゃないかなっていうところもございますので、まあ彼にも注目したいところでございますが、はい、というわけで巨人ですね昨年リリースされた救援ピッチャー3選手見ていきましたが、いかがでございましたでしょうか。ではね最後ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。ロペスならクロール、デラロサ、ビエラでいいよ、なんで全員介護したんや、本当にフロント信じられんということですね。はい、まあそうですね、やっぱまあまあ今日のねロペスのピッチングかなり厳しいものがございました。まあ2軍のね成績見ていってもやっぱまあ厳しいよっていう話をまあ上がってくる時にいたしました。やっぱストレートで全然空振りが取れていないと、でストレートとスライダーの2ピッチになっているっていうこともあるので、まあもうちょっと平均球速を上げるか、もう1球種ね、覚えるかっていうところじゃないとまあ厳しいんじゃないかなっていうところではあったんですけど、まあまさにね、そういう結果になってしまったということでございました。まあやっぱこのクロール、デラロサ、ビエラ3人切って連れてきたのがロペスっていうところで、まあ本当ねフロント的には誤算だったのかなというか、まあどういう計算だったんですかね。平内選手は中川選手あたりをある程度ね早期復帰できるというふうに考えていたのか、まあ個人的にはね彼ら3人とも切ったのはまあそこまでねめちゃくちゃ悪いとは言わないんですけど、だとすればまあもっとね補強っていうのも必要だったんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあやっぱこの辺は、甘く考えすぎていたのかなっていうふうには感じますよね。まあここから離脱者っていうのも戻ってきて整ってくれればいいんですけど、今後もねこの状態続くようであればまあまあやっぱこうフロントがいろいろ言われてしまうのも致し方ないのかなっていうふうに感じますが、でこちら見ていきましょう。さすがにロペスがこうなったんだから新助と獲得に動けようなということで、はい、まあ今回はね、こう以前リリースになった助っ人3選手を見ていきました。まあただ現実的に考えて
なかなかね、こう再獲得っていうところはそこまで現実的じゃないというかですね、あんまね巨人からすれば例はないのかなっていうところではありますよね。まあただロペスが、現状働けないっていうことになれば、当然まあまあ新助っ人獲得っていうところはまあいよいよ現実味を帯びてきたのかなというふうに思います。まあもしかしたらね、もう今の段階で、まあ、ある程度ね動いているのかもしれないんですけど、まあ今度はしっかりと目利きをしてですね、ある程度計算できるピッチャーっていうところを引っ張ってきていただきたいかなっていうふうに思いますし、まあ先ほど見たねデラロサ、クロールも途中獲得ではありましたが、そこそこね働いてくれてはいたので、まあ割とねそこの実績っていうのは悪くないんですよね。まあまあなので今まで通りのスカウティングで助っ人ピッチャーっていうところ、まあ本当ね獲得に動いてくれているっていうことを願うばかりでございますが、では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。